トレーナーから
管を使って野生のシャチの狩りの様子を映像でご紹介したいと思います。大型画面をご覧ください。はじめにシャチ、失礼しました。こちらはジョンスタン海峡です。はじめにシャチはさまざまな生き物を襲って食べているとご紹介しましたが、同じシャチが魚からクジラまで何でも食べているわけではありません。ここには鮭ばかりを狙って食べていて、他の魚や他の生き物には全く目もくれないというシャチが住んでいます。こちらはアルゼンチンのバルデス半島です。ここはアシカの仲間オガリアが子育てをすることで有名な場所です。ここに住むシャチは浜辺に乗り上げてオタリアの赤ちゃんを襲います。何度も練習してこの技術をマスターするそうです。続いてこちらはアラスカです。ここは北極にほど近い場所ですが、夏にはコククジラの親子がたくさんやってきます。そしてシャチが親から子供を引き離してしまいました。子供の息ができないように海の中へと沈めてしまいます。こちらは南極のロス海です。氷の上でアザラシたちが休んでいます。ここに住むシャチは群れの仲間と協力して大きな波を立ててアザラシを海の中へと落として食べてしまいます。シャチは世界各地でさまざまな餌の取り方を発達させてきました。同じシャチが魚からクジラまで手当たり次第に何でも食べるというわけではなく、私たち人間と同じように食文化のようなものも持っていたんですね。さあ再びトレーニングの様子を見ていきましょう。今アースは左奥のプールにいるようですね。どうやら右奥のプールを覗いています。右奥のプールには普段イルカパフォーマンスで活躍をしているイルカたちがいるんです。そのイルカたちのことを少し気にしているようですね。そんな話をしている間にアースがトレーナーの方へ泳いでいきました。トレーナーの元に戻ってこられるでしょうか。今皆さんの目の前のプールへと移動してきました。そしてトレーナーの元に到着です。今魚をもらいました。当館ではホッケやサバやニシンといった私たちにも馴染みの深い魚を与えているんですよ。そして今アースがジャンプに出発しています。座席の手前側にお座りのお客様、大きな水しぶきにはご注意ください。豪快な水しぶきが上がりました。この後もアースがジャンプをすると、客席には大量の海水がかかることがあります。前から3列目4列目にお座りのお客様には大量の海水がかかることがありますので、ご注意ください。さあアースが再びジャンプに出発しています。勢いをつけて、この後もアースがジャンプをすると、バケツの水をひっくり返したような大量の海水がかかります。濡れては困るお客様は上の方へとご移動ください。そして再びアースにご注目ください。大きな尾びれを披露です。トレーナーと比べるとその大きさがよくわかりますね。アースの尾びれの幅、なんと1メートル90センチもあるんです。
あの大きな尾びれを使って泳ぐ時の推進力を得ています。ちなみにシャチの尾びれの裏側は白い色をしているんです。この機械にシャチのどこが白でどこが黒かなど色や模様にも注目して観察してみてはいかがでしょうか。さてそんな話をしている間にアースとトレーナーは皆さんの目の前のステージ近くへとやってきました。続いては左側の方へと出発です。知床羅臼へ野生のシャチのフィールド調査に出た時の
の動画を上映します。そちらもどうぞお楽しみください。この後も名古屋港水族館でごゆっくりお過ごしください。